FPS の基本はきっと、まあ、私は分からないからそういう感覚をなくしてるから話しながら考えてるんだけど、新人化シールドを発見、レベル2だ。先にこれは変える、変わっておこうと思った。先に撃って倒した方が得だから、範囲内に敵はいないか見て、で早く構えていた方が、そういう理論だろ。で、遮蔽物の前とか危険だから警戒しつつ一度抜けていくっていう風に進んで、それで私たちはリングの中、まあいいや、安全よ、報告、チャンピオンが撃破されました。それ以外に要素が変わる、要素を全て抑えれば FPS をマスターできると言えるわけだ。ある程度 FPS っていうものがコンピュータ的にどんなものであるか、そしてどういった要素が必要かっていう考えて一つ一つ埋めていけば強くなるはずなんだ。そのソリューションでどこまで強くなるかどうかわからないし、もうすると科学的にデータを取るとか、あとは本場のミリタリーの考え、あるいはゲーム内独自のアルティメットのチャージ完了したわ。なんかテレフォンとかあるけど、そんな現実の銃撃戦では関係ないから、そういうのとか現実でどれほど普段警戒を持っていて、現実的になれるか、はい、可能性を続けるかっていう、で勇気を出せるときには勇気を出すっていうのが必要だと思うんだが、それをできるかどうかが重要になると私は思う。で、その能力を私は持っていないから、私は今は少し、まあ、雰囲気が。敵を排除したよ。病気やから。それでもまだ感知してない。だけど、それが吹っ飛ぶの割には多くの要素を、分かれている、絡まっているような、けど私はそういうふうなことを分かっているけれど、それぞれ毎回集中するのが面倒くさくて自分ロボットにしたりとか、それを単純化して頭、思考を単純化して、あるいは、まあ今適当だけど、あるいは、直感だけで行動して、感覚とセンスだけで全部まとめられるようになったから、だから弱かったし、ダメだったんだよね。みたいな。そのこと不可能だ。
移動中を警戒して、で、自我も、ま、言い訳したいもんはいいが、次行こう。言い訳したいわけじゃないよ、まあ、自分、ちょっと待って、自我が崩壊しないとまずいわ。自我が左手に乗っ取られてる。ちょっと頂上的なこと言ってるけど。それでいいんだ。じゃあ